了解です。今一人フレンド誘ってるんですけど、反応がないんで、まだちょっと。ああ。毎回スイッチつけるたんびに淡い希望を抱いてるんですけどね。今日はオペレーター帰ってきてないかなーって。映画まだ帰ってきてないですか？まあ、カピタオとルークも連れて行ったからね。マジっすか？ それはまずいっすね、本格的に。 UBI に何とかしてくださいってお願いしたら、次の日にカピタオが消えて、ちょっと待ってくださいって言ったら、ルークが消えたんですけど、また。立ち上げました。もう正直そのディスティニーのレベル上げ飽きてきちゃって、あれ？もうやらない。ないな、この人。あれ？また家で息子もしくは娘が出ましたか？すなさん、これ、どうしました？大丈夫ですか？ああ、すなさん、おめでとうございます。あなたが記念すべき白狐との、あれですよ。家での確認者第1号になりましたよ。誰が家でしょう、そ4れ。人目のオペレーターが消えました。さて問題です。誰でしょう。ヒントは攻撃系ですね。なるほど。ラピュタはもう家で死ぬんですよね。家で死そうな。真面目すぎるテルミットさん。致命的ですね、それね。ちょっと生真面目がすぎて。しかし結構な、これ、オペレーター消えたよ。びっくり率高いんだ、じゃあ。まあ、でも、いや、ピッタか、まあ、でも、いや、俺、これか、そうきた。そうきたんだ。そうきたわ、草。そうきたんだ。いや、先日ね、改善されたって言ってたオペレーターなんですよ。改善されいた。や、あれですよ。改善されたっていう、話を、まあ、一応動画にも上げたんですけど、それ改善になってませんってみんなに言われたやつなんですけどね。実は固まったのはツイッチなんですよ。ツイッチの F2 のレーザーサイトが何とか解除してもらいましたって言ってたらツイッチごと固まりましたね。そうきたそか。れ、結構でもやばいですよね。そうきたか。それはワンチャンアカウント作り直した方が早いんじゃないですか、もう。え？何を言ってるんですか？こんな美味しい動画なかなかないですよ。オペレーターが一個ずつかけていくんですよ。それやばすぎますよ、絶対。いやー、これ、マジやな。ほんまにないな。で、オペレーターを解除のところに。あー、なるほど。スイッチのオペレーター解除と、ルークのオペレーター解除っていう感じになってるんですね。やるなぁ、UBI。まあ、やるとは聞いてましたけど、やるなぁ。これすごいな。
いや、すごいすごい。マジですごいんですけど、超感動。惜しかったですね。これね、みんなのところの大きなパーティーのところで言ってたら、それなりの反応もあったんでしょうけど、まあ、それは次回に撮っておこう。すげえ。怖いな。なんだろう。ですね、消えますよ。これ、俺みたいなパターンの人、他にも、まあまあまあ、何人かいるんですけど、ツイッターとか、いろんなところでつぶやいてる人は、まあ、いますね、やっぱり。いるんですけど、でもね、俺ね、最近感動したんですけど、レインボーシックス、家出とか、そういうなんで、検索するじゃないですか。はいはいはい、そしたら、動画で検索のジャンルだったら、俺あれですからね、音じゃさんの次に来ますからね。家で家出て連呼してるあの動画ばっかりポンポンポン3つも4つも上げたから、視聴者数のあの桁はもう全く桁数が違うんですけれど、なんかこの間もGoogle とか Yahoo で検索したら、なんか普通に CG で家出てやったら、俺がなんか結構上位に来てたりするんですよ。ね、まあでもやばいっすよね、それ。システムが壊れてるってことは。ただ俺ちょっとあれだなと思ったのは、お父さんはなんかもう家がメインに使ってた家が固まって諦めちゃって動画配信やめちゃったんですけど、4人固まっても続けるかっていうバカがここにいるかもしれないっていうことですけどね。4人はやばいよな。やばいですよね。俺この画面ほんとみんなに見せてあげたい。また作ろうかな、動画。オペレーター解除のところから4人のムービー全部やっても、ほら皆さん解除できてませんよ、動画作るかな。いや、お前が単純に4人まだ解除してないだけだろって、これだけ見たら言われちゃうんだよね。そうですね、ビフォーアフターが欲しいですね。そうですよね。絵的には。そうですよね。もうバックミュージック決まりましたね、今ので。チャララーン、チャランランっていう、あれですよね。まあまあまあ。それが一番適してそうです、ね。著作権に引っかかるのかどうかわかんないけど。いやー、そうきたかー。マジですかー。はい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 。ああ、バディと。いやー、ほんとすごいわ、これ。爆弾を守れ。マジか、セットか。だんだんこのピックするのもあれだな、少なくなっていくってことだな。選択肢が爆弾を発見、守るんだ。誰か言ってたんですよね、最後は新兵も消えるんじゃないかって。それはさすがにやばい。新兵消えたらもう終わりじゃないですか。デバイスを設置。いわゆる一つのゲームオーバー、違う意味で。いろんな意味でゲームオーバー。あと10秒。結構これテルミに使う人にやられたのかな。見てないけど、トータルスコア。何、オペレーターをおしゃれにしすぎたの俺が。そういうこと？ものすごい有料なあれなんだけどな、俺プレイヤーなんだけどな、めちゃくちゃ買い物してあげたのに。なんかでも一時期問題になってましたね。そのテクスチャーの容量が、なんかオペレーターのアイテム全部が足んねえとかいう話を CG 側がしてましたね。多分それが原因ですね。とか、多分どころか確実にそれが原因ですね。テクスチャーオーバーになってエラーが起きる。そうでもない限り、この俺が固まる理由が他に見つかりませんからね。コミュニティの中でトップクラスに固まるという、この。でもな、アタッチメント外れたりはありましたけどね。家出はないな、さすがに。アタッチメントも何個か家出してるよ。家出というかロックされてるよ。でもそもそもツイッチのあれだからね。英語がロックされてたから。いやいや、そのアップデートなんか違うオペレーターの間違いじゃないっていう。ジェイジェイじゃねえんだよな、つって。
ゲーすげーナインなんだよな、うん、そうなんです。ルークも落ちる前そうだったんですよ。グリップとコンペかなんかと、あとスキンのいくつかがロックされてたんです。あ、じゃあもうそれ完全にあれですね、キャラ単体の容量がオーバーしててどっかが外れたんでしょう。で多分そのまま奈落の底に。でも家側はなんでだったんだろう。確かに家側の買い物多かったんですけど、あ、最後に買ったやつはなんかあのなんだろう、あのあれだな、飛行機の発着要員みたいな格好のセット資金みたいなのかな。 あ、はいはいはい、ありましたね。あれ買って 2,3 回しか使ってないうちに消えたんだよな、確か。青いやつですよね。うん、そうなんです。あれ俺も買いましたね。まあ俺他のスキンほとんど買ってないからな。買ってないっていうか、そんなに言うほどユニフォームとか買ってないからな。エリート全部手に入れたのも致命的だったのかな。いや、どうすかね。でもそれで言うと俺テルミットとカプカン以外は買ったのかな。でもエリート全部買って使ってるのはそのうちのウェポンスキンとかだけですよ。いや、あれね、多分あのデータ所持してる時点でデータ内包しちゃってるんで変わんないんですよ。買っちゃった時点で多分データは入っちゃってる。装備してないのに。装備してないのに。そうですか。そうきたか。多分だからそれかもしれないですね。ということは、なんだろう、お着替えセットが次に多いのは誰だ誰だ誰だ。誰ですか、スキンの量。頭の数だけだったら全然使ってないスモークとかも多いんだけどな。OK です。はい、じゃあ行きまーす。お待たせしました。バドさん大丈夫ですか、ハードは。いろんな意味で無理よ、これ。ただあのみんな言ってたんですけど、エコーが固まった時点で俺の個性は死ぬって言ったりする。トムさん入った？あ、入った。お願いします。うん。もうなんかやばいわ。エイムっていうかもう反応が。やばいわー、やばいわー。反応がおじいちゃんになってる。スイッチがないわー。食べたいおじいちゃん。ガチなやつ。僕の言ってるのはガチなやつですね。家出に続く新たな家ではスイッチでした。いやー、ちょっと40代で家ではないっすわ、ちょっと。ドン引きっすわ。詳しくはウェブでですね。相変わらず OP だからな、こいつな。ドローンを使って爆弾を探せ。悲しい。皆さん、おい。なんかミュートがいそうな雰囲気。絶対ミュートいるでしょこれ。ドローンが爆弾を発見した。あ、ミュートいるじゃん。いやー、やだな。突入まで10秒。はい。突入まで5秒。カウンターしてやる。ディフューザー確保。残念。爆弾の地点に移動して解除しよう。新
ナイス。あれ、強ポジいそう？おもさんのとこ。3階侵入。超ニアにバンディットいいんだけど。お前逃がしちゃったな。はい、やった。ナイス、セキュードローンを出す。あ、くそ。そっち見るから、キツネさんの方で合流してあげた方がいいかも。ごめん、ミュート。これあれだ。うん、スナさんと俺との間にいるんだ。うわ、マジか。うわ、いい反応、こいつ。うん、そのミュートやばーい。バードさんの方から見えると思ったんだけど、そこのバリケード破ったら、あ、いないな、もう。開いてる。ヘルミットで上げてやる。ディフューザーを落とした。味方は残り一人だ。あー、ミュート一人にやられちまいそうな雰囲気。あれだと思ったんだけどね、そっちはそっちで。5秒前。いた。敵オペレーターはあと1人だ。あー、惜しい。惜しいな。時間だ。いや。爆弾を確保しろ。守りを強化する。おーい、上守る。あ、じゃあ俺上締めに行くわ。お疲れ。あ、バードさんいる。あと10秒。あ、ちょっと、通して。失礼。よいしょ。爆弾を解除しようとする敵部隊に警戒しろ。だよ、近いよ。水門脇。駐車場か。W。
正面。はーい。ナイスー。アッシュとモンターニャあった。9人がいる。ん、はい、いいんやった。はい、自殺した。落下ですか。落下落下。負けを悟って死んだ。それはそれで潔いというのか、なんというのか。いや、ダメでしょ。爆弾を見つけろ。はーい。あーか、めんどくせえなこれな。どうしようか。いるね。突入10秒前。突入まで5秒。ディフューザー確保。今回の目的は爆弾の発見と対処だ。飛び出してくるかも。爆弾を発見した。はい、一人地下でやった。地下？地下っていうのか、1階か。リロードする。爆弾を。
下から突き上げな、やばい、やーなー、くそ、一人やった。トモさん、こっち来れる？スモーク耐えて設置いけるんだけど。トモさん、ロング任していい？あーごめん、階段のところに毒。敵は残り一人。敵部隊を制圧。あぶねえ。やば、有志の数がえぐいんだが。爆弾を手ランとしましょう。もう老館とか手ランとします。あ、了解了解。じゃあお願いします。敵部隊が爆弾を発見。しっかり守れ。フラグを。おう。有刺鉄線準備完了。10秒前。あと5秒。甘ってないよ。敵部隊が爆弾を発見。敵に備えろ。甘ってないよ。またそういうもんだわ。足とつてくるかもしれない。モンタもいるね。タックやった。モンタがいるで、多分アッシュもいる。モンタやった。残りもそっちの方向ですか？いや、あー一人いる、ごめん。あー火花が廊下に、廊下来た、メンツ。うん、これ死んだとこ火花ね。
え、今の頭じゃないじゃんか、マジで言ってるんですよ。一人上行ったな。あー、IQ、IQ じゃない、ごめん。テルミ、ローカテルミ、もう近いわ、ポイント。下入ってる。よし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 、オッケー。テレミ死んだ、ラスト火花。どこだ、うん、いや、上じゃないかな。あ、わかんない。これ、海津にいるかも。海津割れたわ、多分。うん、そうだね、キツネさんの方が。多分そっちからか、入り口の方からか、あ、見えない。難しいな、ここ。狐さんのドローンポイント。そうなんですよ。天井の形状がちょっと変だとね、もう見えないんです。でも、こんだけ固めてたら、もう俺の役目ないね。あ、死んだ。ん？いや、ね、失礼します。あいついるわ。あと15秒。敵部隊を排除。ミッション成功だ。おお。おお。お疲れ様です。いやいや。ルク強。経験力強。